はい、皆さんこんにちは。今回はね、これね、昨日かな、昨日確かね、スパッタリーとかアップデートが入ってね、もうめっちゃ強くなっちゃったってみんながね言ってるんでね、ちょっと使っていきたいね。この子ね、あれなんだよね、硬直ね、スライドした後の硬直が0秒になったとか、サメライドの爆風範囲がでかくなったらとか、めっちゃね、なんかね強くなってるらしいの。だから今回はそれを検証したい。あ、やばい。あ、ラインマーカーもね、ラインマーカーも強くなったって言われてるし、騒がれてるんで、あはけど早速死んじゃったね。ね、それこの子がしょあ、危ないよ。いや、なんで、いやガチで、ダイナモね強すぎるね。あの人ね、このダイナモ大体後ろにいるのよ。このダイナモ前にいるの。そんなダイナモ見たことありますか。やばい、ヒッセも強いわ。みんな死なないで。やばいな、これちょっとは。ちょっと待って、オッケーオッケー。あ、やばいね、これ全員ここにいる。あー、やばい、なんで、あ、危ない。ちょっと、なんで逃げれてんの、なんで逃げ切れてるんですけど。この子硬直かない、多分硬直のおかげでできてるんだろうね、逃げてるんだろうね。ちょっと、あー、インクないね。全員僕だ。ノア、もう次行こう。いや、ね、負けてるね、これ。ちょっとナイス玉、ちょっと、え、10秒ちょっとでしょ、ちょ、ぬるぬるぬる、分解せさあ、勝ったか負けたかどっちでしょう。負けだね、やっちゃったね。この子ね、そこに逃げてたのはいいんだけど、塗ってないね、塗らないといけないね。はい、じゃあ今回もやっていくよ。でね、今ね、フェス中なんだよね。だからね、僕宇宙人なんだけど、あ、オレンジだ。もうね、オレンジね、もうね、雪男ね、全然当たらないんだよね。まずね、まず最初はね、奥に行く。で、奥に行きながらこっちも塗ってって、サメライドを貯める。溜まったから、溜まったらね、大体塗らなくてよくなります。はい、潰して、ここにいるな。で、サメライド1個目使ったらこっちを塗る、塗ってなかったところをね塗って、あー、リッターがいい、リッターじゃないね、あー、スナイパーいるからやばいな。あ、塗った、いやー、いやー、サマレーダー溜まってたのにね、サマレーダー溜まってたのにね、ちょっとね、やられちゃった。いやー、強いね、死にそうにはなったけど、あ、やっぱインクがないインクなくなるとやばいね。オッケー、できたできた
全然話してない。集中しちゃうとね、全然話さなくなっちゃうんですよね。やばいやばい。結構ね、詰めてるんで、ここにいるでしょ、いないか。ここは？いるね。こんにちは。挨拶代わりね、倒していくことがね、大事。逆に殺されそうになった。ここもね、こんにちは。スライドでこに、とつって、で、ここに倒してあげると。わー、やっぱりクイックボム。クイックボムね、弱くなったからね。2個連続で投げれなくなったんだよね。いやー、もうこれ、ビヨポ。はい。ここで、爆風の広さを使う。うわ、めっちゃ押したじゃん。めっちゃ押したじゃん。はい、じゃあね、もうね、めっちゃ強いということでね、検証はもうね、最強になっちゃいました。